沖縄県民。皆さんから、沖縄の人は声あげないの、と聞かれます。あげないのではなくあげられないのです。がネットで話題。内容はこちら。沖縄県民が話す沖縄の真実が話題のようです。では、ボギー・テドクン氏のツイートより内容を見てみましょう。ボギー・テドクン、浦添新基地建設見直し協議会。皆さんから、沖縄の人は声あげないの、と聞かれます。あげないのではなくあげられないのです。自分の生活や家族を路頭に迷わず覚悟を持って声を上げることの難しさ。だからこそ、誰かが覚悟を決めて声を上げるしかないのです。今回のひろゆき氏の来を機に、私は心から感謝しています。私の友人のげんちゃんは、普天間基地のフェンスを清掃するフェンスクリーンに参加し、手伝いに来た子供たちにかき氷を振る舞ったことで、あいつはフェンスクリーンに参加した右翼だから、という理由で公共施設からの仕事をすべて打ち切られました。悲しい現実です。こんなにも悲しい現実の沖縄の惨状。少しでも変えたいものです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。この人は何も悪いことをしていないのに、むしろ正しいことをしたのに、なぜこんな目に遭わなければいけないんだ。このフェンスの嫌がらせもひどい。友人もフェスクリーンに参加してました。カミソリやウマルコが入っていたこともあるそうです。ひどいことするね。めちゃくちゃですね。まるで無法地帯ですよね。次はこちら。沖縄で基地反対を唱える活動家が基地のフェンスにテープなどを貼るので、地元の方が清掃活動をする。しかし、平和活動家のはずが、テープの中にガラスの破片を混入したりする。有刺鉄線をくくりつけ、外した時に鉄線が飛んでくるように仕組んでおく。ガラスの破片やカッターナイフの刃が一緒につけてることもあるようですから、特に子供たちの安全には気をつけてください。これって普通に犯罪行為だと思うのですが。次はこちら。めっちゃハングル。なんで日本での米軍基地問題でハングルがしゃしゃり出てくるのだろうかい？日本語でも英語でもない文字がありますね。リボンに象形文字が書いてますな。どこのやつやねん。おでん文字やん。そういうことなのでしょう。最後はこちら。公共の仕事は平等でないといけないのでは？思想の違いで差別するのは違法ですよ。沖縄の公共施設乗っ取られててわろた。情けない。公共施設の仕事は入札や見積もり合わせなどで公平性を保たなければ排除して良い理由はないのですが、どこの市かはわかりませんが、事実ならばやばい傾向です。基地フェンス清掃がそもそも公共の仕事やろうに。沖縄の知事があの方ですからね。もうやりたい放題ですよ。結論。今回ひろゆき氏が沖縄の隠れていた部分を明るみにしたことで、多くの人が沖縄の異常な状況を知ることができました。無法地帯とも思わせるほどの異常な光景が当たり前のように日々繰り広げられている沖縄の悲しい現実。また、活動家により理不尽な目に遭っている真っ当な沖縄県民。この問題を広く周知し、沖縄の海を出し切るべきです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。